11月の結果発表を確認しましょう。このようになりました。えいや。うん。全体的にめちゃくちゃ苦労している感じが伝わってくると思いますが、これやってる人が少ないので、もう、王冠がついている上手い人とばっかりマッチングするんですよね。もう、なんか、一試合に必ず王冠付きがいるみたいな感じで、試合をし続けることになるので、こちらの、あれ、X パワーがそんなに高くなくても、そんなに上手くなくても、なんか、マッチングが強引にね、なんか、いたら成立するみたいな感じでね、人がいるから、ちょっとマッチングさせましたみたいな感じで来るので、もうとてつもなく大変ですね。お借りでガチョコバトルなんて推定で、なんか知らんが、500以内に入ってますしね。まあ、よっぽど人減ったんだなという感じがする。いや、これどうなんだろうな。アサリ1000以内に入れてるってことは、もうほとんど人やってないってことなのか。てか、冷静に考えて全部この順位ってやばいな。このスコアでこれになるとはな。という感じでしたね。ちなみに、ヤグラが2100いけなくてちょっと、げんなりしたんですが、これ落ちないか。ああ、キープか。やっぱ1800とか1900台にならないと落ちないってことでいいのかな。ちょっと怖いよな。という感じでしたが、本日もやっていきましょう。エリアか。やります。さあやっていきましょう。コンブトラックのガチエリア。みんなも本気で X パワーを取りに来てるっていう人もそんないないような気がするからな。なんか当たり前のように結構早めにマッチングしてくれて嬉しいんでは、嬉しいんだけど。マッチングできればいいやぐらいで。あとは自分の実力を出すだけで。まあ、ちょっと変な動きになっても勘弁してよねぐらいの感覚でプレイする人も多いでしょうから。なんか、セオリーみたいなものに囚われすぎない方がいいのかもしれない。さあ警戒しておけ。スプラトゥーン3で、金モデが来たので、ちょっと久々に肝で握ってますが。やったぜー。ちょっとびっくりさせてやったぜ。ちょっと久しぶりすぎて、なんかどうやって使えばいいんだろうという感じになってますが。いるねー。前に出てー。え、前に出ない。こいつら前に出ねえぞ。とりあえずここ下ろしておいて。なんかいる？なんかいる？あー、いたー。死ぬ、死ぬ。ごめんな。お、うわ、あ、あ、待ってって。恐ろしいだろうがよ。おお、味方がやってくれている。味方が全部やってくれました。耐えて。バブルは無理なんだよ。帰らせていただくね。厳しいか。うわぁ。やっぱりバブルっておかしいスペシャルだよな、本当に。よいしょ、よいしょ。3にいないからなんか、なんか、よりその、異常さというか、恐ろしさが、際立ってくるな。どれだけ経っても、恐ろしさが変わらないっていうな。とんでもないスペシャルだよ、ほんまにあいつは。冷静になって。レレ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 、冷静になるんだ。しっかりと塗っていけ。コンブトラックは割と、コンブトラックエリアはね、金モデ君頑張れる組み合わせだとは思うんだよね。ちょっと俺の実力が加味されていないところを除けばという、あの話なんですが。危なーいよ。あん、危なーいけど、こんなことしてる場合なのか。下にいるぞ、気をつけろ。裏回ってくるかもしれねえ。ダメージは与えた。だが、もう見えなくなってる。嘘だろう。動きが早すぎる。あ、まずい。あ、ごめんな。俺はもう死ぬよ。そろそろ死ぬ定めなんだよな。お前がな。OK。来るか？来ないでおくれ。トピオ。まずい。トピオ食らっちゃった。冷静になって。てか、普通に相手の方がまだ有利なんだよ、これ。よろしくないよ。まあ。マジ、トピオで一バレ狙ってくんの、ほんと。犯罪なので、やらないでください。着地。着地は、非常に困る。いるか？オペだ。エリア確保がクソ早いんだよな。お、スプリンクラーが何気に仕事してる。やったね。スプリンクラーがキルを取るっていうのは、非常に稀ですからね。どこでしょ？さあ、塗りを広げて、相手怒られないようにしていく金モデ独自の戦い方でいきましょう。長いこと、銅モデを使ってたんだけど、やっぱ俺は結局、スプリンクラーじゃないと、戦っていけないのかもしれない。クイボーを使ってると、クイボーの仕事量として絶対にキルを取らなくちゃいけないみたいなプレッシャーがあるというか。なんかそういう、なんだろうな、行動に対する責任が伴ってしまうから、どうしても俺の能力と噛み合ってなさすぎるみたいなね。戦闘が苦手な人間が持つべきサブウェポンじゃないみたいなのがあったのかもしれない。ででーん。これが5年間金モデを使い続けた男のプレイだ。と言えるほど強かったかと言われたら微妙だけどな。でもな、なんか普通に銅モデ使ってる時よりは、戦績いいような感じするな。
冷静に考えて、これ撮ってんの今12月の1日で、スプラトゥーン3のアップデートが来た当日なんですけど、なんでこんなに人いるんだろうな。なんかびっくりするぐらいマッチング早くて、なんでみんなこんなにたくさんやってるんだろうという感じがしてくる。おかしな人たちですよね。スプラトゥーン3が今、アップデートをして一番盛り上がっているこのタイミングで、なぜスプラトゥーン2をやっているんですか。なんでやろな。俺今ちょっとわかんないです、それは。これ来ますね。気をつけて。ハイパープレッサーくんがいる。冷静になって。冷静になって。冷静になるときにはこういうところ、横を塗っておくといいぞ。待って、お前もスフィア使いだったんかーい。おっ、おーめん、嘘だろ、逃げられてるし、なんかいるし。待ってー、おやめください、おやめください。あー、なんか生きてる。拾った命だ、大事にしろよ。ダイナモじゃなかったー。スプラローラーだったー。帰らせていただきますね。インカーマンのせいで、めっちゃ輝いてるんですけどー。後ろかよ、しかも。スプラッシュボムでした。さすがにそれは見なかった。ほぼほぼ全滅。こちらがカウントを稼ぐ前に取られてしまうとはな。よろしくないですよ。あー、これ死ぬね。さよならだね。でもスーパージャンプ端子があることを忘れていたぜ。最初の試合はあまりにも、こちらが圧倒していたから、スーパージャンプ短縮を使う場面がなかったからね。ここで本来の力として、これを思い知るわけだなぁ。インク当たらないんだよなぁ。味方のいる方向から、なんとかしていくという、本来のスプラトゥーンの立ち回りを思い出すんだ。本来の立ち回りを思い出すんだ。冷静？お、冷静だね。ハイパープレッサーの音が聞こえるね。議論少女のハイパープレッサーの音が聞こえる。まっついよね。まっついよね。ダメージ。ダメージ。ダメージ。あれ？よくわからない。くそ。なんなんだこれは。謎すぎないか、やられ方が。とりあえずキルデコ君はやられたんだけど。ローラーを倒したのもギリギリだったのに、その近くにまだキルビンがいた。あげくに普通に打ち負けるというな。悲しすぎるぜ。どうしてそんな悲しみを背負うんだい、君は。自ら悲しみを背負いに行くことはないんだよ。死にますね、これ。命が大事にしなくてはいけない。おう、オーマイガー、オーマイガー、帰りまーす。バブルー。マジバブル使う人とかよくわかんないわ。どうしてバブル使う必要があるんですか。危ねえだろうがよ。冷静、冷静の化身になって、冷静の化身になって、冷静の化身になってほしかったんだよな、もう。まるで成長していない。スプラトゥーン2やってた当時と、反応が1ミリも変わっていない。現役ってことだな。俺はまだスプラトゥーン2現役ですと胸を張って言えるな。そういう問題ではない。早くスプラトゥーン3の現役にならないといけないんだけど。まずい、なんかいるよ。あっぶねえだろうがよ。いつもいつも俺のことを脅かしてくる最悪な奴らがいるんです。俺はそれに対してどうやって対応すればいいのかわかんないんだけど、ボムがあるしよ、もう。嫌なところに置きまくってくるぜ、こいつら。俺が一人で何とかしようとするのが間違いなんだろうけどな。バブルの爆風は やっぱおかしいよな、これ。未だにおかしい。正直、これ、今、もう、どうせ、なんというか、この環境、ねえ、ものすごい丁寧に調整しないといけないわけでもないんだろうから、バブル、めちゃくちゃな弱体化入れてもいいと思うんだけどな。この、ゲーム遊びやすさを向上しましたみたいなアップデートが入ったんですよね、スプラトゥーン2。なので、それと同じように、遊びやすく調整しました。やっぱり、バブルがクソ強すぎるのは、遊びやすくないですよね、みたいな感じで。クソ雑魚に調整してくれてもいいんやで、みたいな気持ちではいるんですがね。バブルランチャーの煙爆風の範囲を今の4分の1までに減らしました。75% カット。それぐらいやってもいいんじゃないかな。もうどうせやったらなんかサービス終了までにちょっと遊んでほしいね。いるぞ。いるのは見えている。イカセフィアのダメージの倍率をとんでもなく上げましたみたいに、ね。もう説明しきれないぐらいとんでもないと表現してほしいわ。あーめん。すごい、イカスフィアの体当たり1回でガチョウコのバリアが割れるぞみたいな。それぐらいとんでもスプラトゥーン2やりてえわ。はーい。相手のヘイトを吸って、ヘイトを吸いながら、後ろから失礼。シルバーじゃないんだよな。さよなら。バブル残ってんだよな。俺がバブルランチャーで嫌いなところは3発あって、しかも3発とも同時に撃たなくてもいいというところ。なんで時間差で撃ってくんだよ、こいつ。あれは絶対ダメだと思うんだよな。トリプルトルネードもね、似たような感じだけど、トリプルトルネードほど硬直がないからね、圧倒的に強いというのもある。
逆に言えばトリプルトルネードもあれか、このなんだったっけ、間に合わないと死ぬよ。あべ、ギリギリ一応勝ったわ。トリプルトルネードもこの構えている最中にイカ状態になれないっていうのがすごい弱点として言われてるけど、スプラトゥーン3の話ですが、あいつももしかしてイカ状態になれるとか、メインウーポンが撃てるとかになったら、とんでもなく強い判定されるのかな。バブルランチャーの再来やみたいな。そこまではないのか。でも今のバブルランチャーって結局そういうことだよな。自由自在に身動きが取れてメインウーポンも撃てる、バブル、トリプルトルネードみたいな感じ。さすがに3試合目はマッチングに時間かかりましたが、やっていきましょう、コンプトラック。どんどんどん、ガロンだ。なんか不思議なことに、スプラトゥーン2をやるたんびに、やっぱガロンクソ強いなってなるんですよね。スプラトゥーン3も、ガロンはね、そんなに性能変わってないはずなんだけど、やたらと強く感じる。むしろブレ軽減とかできるようになってるし、そういった意味では3の方がやばそうなんだけどね。なぜかそんなことないという。不思議な感じになっている。おっとーん、味方やられちゃいましたねー。行かないでーん。なんか知らんが体当たりしたぞー。こんなことしてる場合じゃないぜ。足元を塗って。あ、死にますね。さらばだなー。厳しいですな。わーボコボコ。これクワッとにやられまくってんのか、味方も。これは手厳しすぎるなー。さすがに3試合目は普通に負けるかな。むしろね、割とこういう試合の方が多いんだよね。なんか1試合目、2試合目で。圧倒してるのが不思議なぐらい。いかないで。はい、いかないで。割れましたー。これが、プロモデラーのクソザコっぷりなんだよなー。うりえちょっとダメージ食らうともうガロンの攻撃確定一発になるからな。まあ、実際にはダメージを食らってるんだから確定一発ではないんだけど。あと一発で死ぬっていう状況まで追い込まれるのが一瞬だから、非常にやりづらい。いかないで。ボムヤン、あぶね。なんでそういう、ひどいことをするの、あなた。やめてー。うえぇ、ボムだらけすぎる、こいつ。もう疑似ボムラッシュと言っても過言ではないわ、やっぱり。とんでもねえ野郎だぜ。でもまだワンチャン勝てる見込みはありそうではあるけどな。あっぶないねー。あっぶないね、今の。死んでてもおかしくなかった。危うく死ぬところだったぜ。どこ?敵はどころと?全然見当たらないかな。どこか。ここ届くんか。まぁ、ちょっとダメージ食らいすぎてたな。どっちにしろ、かすりダメージでも死ぬラインだったかもしれん。いった、相打ちか。要はあそこで相打ちまで持ってったな。手前は塗っておけ。ガローン。てか、ダイナモが鬱陶しすぎる。バシャバシャしてくるんじゃないよ、こいつ。同じところをずっと狙ってきやがってよ。ちょっとお帰りいただいてもよろしいですか?さあ、ここ狙ってる場合ですか?さあ、横から狙ってくると思う。うわぁ、二人だ。二人がかりなんて卑怯な奴らだぜ。とんでもねえ奴らだったな。おっと、これは、大チャンス到来か?チャンス到来。すなわち、ここで、やらねばいつやるんだと。言わんばかりじゃあるまいか。あるまいか。あるまいか。あー、これバレるんかい。ボムの爆風もう少し広くしてくれないと、必ずバレるんです。ヒツバレですよ、ヒツバレ。それは厳しいよねー。おい、フリー。おーい。おかえり。ただいま、なにマジガロンだわ、ガロン。ガロンはやっぱりガロンだったな。最低だよ、ガロン。気をつけろ。まだいるぞ。ちょっときついか、これ。さすがに人数不利だしな。あー、俺はそこでやられていなければ。ということなんでしょうけど。それはさすがに無理があるぜ。ナイス玉の音も聞こえるし嫌だなこれ。はい。こんなことしてる場合じゃないんだよな。なんかイカロールができるとちょっと勘違いして動きしてた今。勘違いしてるんじゃないわよ。イカロールなんてもうないんだからね。帰れー。倒す。ここを倒して、生存することによってなんとかする。なんとかなる。なんとかなってくれ。なんとかなるんです。なるんですか?なるんです。なると信じるんです。ダメージを与えるんです。確保するんです。敵がいるんです。オラー!オラーなのか?
オラーじゃないんだよな。また取られてるんだよな。行かないで。あ、行かないで。あ、死ぬ。死にそうになってますね。命を大事にしろよ、もっと。てか、相手の確保が早すぎる。なんでこんな塗り強いんだ、相手。こっちらプロモデラーやぞ。プロモデラー様に逆らってるんじゃないわよ。これはきついぜ。そこか。当たらないんですけど。当たらないんですけど。ああ、また一発で死ぬところまで追い込まれてるよ。てか、シールドが鬱陶しすぎる、やっぱり。うえこれ即死ラインでやったか。ダイナモ君の弾もう少し威力を下げてほしいぜ。スプラトゥーン2はもう、やってる人少ないでしょ。それくらい大胆な調整をやっても、誰も文句言わないと思うんですけど。あーお。さて、ワンチャンはあるか？ワンチャン？ワンワン。え？ボム？横振り？ローラーかよ、結局。ぐえー。なんでかんだダイナモが一番活躍したっぽいな、今回は。クワッドは見かけ倒しというか、見かけ倒しというか、なんて言うんだろうな。見かけ上活躍しているように見えていただけ？単射程で近くにいたから。だからダイナモがこの距離までちゃんと前に詰めて、ほとんど成果を出し続けるっていうのがな、なかなかやられることではないからな。と思ったけどクワッドがキル数は多いのか。わからんもんやな。ちょっと全体的なキル数が足らなかったのか、これで。これで。金モデ君のキル数は結局どこまでやったらいいんだろうな。だから塗りとかの仕事をしようとすると、ねえ、キルは当然おろそかになるけど、キル頑張ろうとしたら、金モデの仕事じゃないっていう上にまともに取れないからな。このスコア自体にはね、悪くはないと思うんだけど、やっぱり勝てねえな。3試合目で負けるのは何とも言えない感じはありますが、今回はここまでとなります。ありがとうございました。